こんにちは、始まりました、川西美希です。今回は大量にロフトでゲットしたコスメ、スキンケア系だったり、あと百貨店と Q10でゲットしたものとかも紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。まずはロフト購入品から。暑くなってきてから皮脂の分泌量だったりが増えて、結構肌荒れが収まらない状態で、肌が荒れている時だからこそいいものを使ったら分かるんじゃないかなと思って、毎日結構違うものを使ってたりとかして、で最後に締めるのは VT のクリームを使ってるんですけど、 VT が結構肌に合ってて、やっぱ韓国のスキンケア合うなって思ったから、昔買っていいなって思ってたやつをまた買おうと思って、で Q10 で頼んだんですけど、まだ届いてなくてロフトで見つけたので買いました。こちら CNP のプロピーセラムマスク。 CNP といったらスキンケア後にすぐつけるアンプルが結構人気だと思うんですけど、プロポリスが入っているらしくて、蜂蜜の巣から摘出したプロポリスって書いてありますね。これステップ1とステップ2のやつが入っていて、ステップ1セラムに水、プロポリス、BEG、グリセリンっていう感じで、プロポリスがしっかり入ってるのかなと思った。で前韓国で買って、これ日本で売ってるやつなんで、もしかしたらメディヒールみたいに成分が違うものなのかもしれないんですけど、ロフトで買ってみました。でまた Q10 でこの後届くから、それと成分表もね見比べてみようとは思うんですけれども、これ良かったからしっかり使いたいと思います。でステップ1とステップ2あるって言ったんだけど、ステップ1の美容液をまずつけて、ステップ2マスクをつけてしばらく待つって感じで、でこれつけた次の日すごい肌プルプルになって、化粧のりとかも良かったので続けてみてどうかなっていう感じ。これが1つ目。そして2つ目、こちらもスキンケア系、肌悩みが多いということでスキンケアばっか買ってしまったんですけど、2つ目は泥泡は洗顔。8年ぐらい前とかに使ってたんですけど、その時肌荒れがすごい時期で、これを使って良くなったっていう記憶が私の中であって、なので久しぶりにちょっと買ってみようと思って買いました。泡立ちすごいいいんだよね。洗い上がりどんな感じだったかちょっと忘れちゃったんですけど、よかったらまたお気に入りとかで紹介したいと思います。で泥泡は結構ね洗顔だけど、デパコスの洗顔ばりに高いんですけど、まあ、110g、まあ、量も結構あって泡立ちいいから、まあ、いいかなっていう。で泡立てネットもついてます。白いモコモコの泡ができる印象、これも使おう今日。はい、そしてこれずっと欲しかった、ネットの広告で出てきて、私クレンジングお気に入りなの。デュオのシリーズいろいろあるんですけど、その中の一つかシュウウエムラが洗い上がりがすごい好きで、で肌荒れとかも絶対しないっていう印象なんですけど、デュオから新しく黒いやつが出たって聞いて、ちょっとそれをねずっと買いたかったんですけど、私が見たのだとネットの定期購入で買うやつしかなかったので、 Amazon とかにも置いてなかったから、定期購入はいつも解除し忘れるからいいやって思って、そしたらロフトに売ってた。めっちゃ嬉しい。こんな感じの真っ黒クレンジングなんですけど、これ数量限定で 10g 増量中だそうです。でこれは黒ずみ、毛穴ケア、ザラつきケア、テカリ予防とかができるらしい。量も新しいの出たら買うようにするんですけど、前限定で発売されてたイチゴの香りがするやつだったりとか、ちょこちょこ限定出て買ってるんですけど、使い心地が近くて私がいいって思ったのはその一つだけでした。これも洗い上がりが私のタイプかどうかわかんないんですけど、ちょっと使ってみたいと思います。この後クレンジングバーム使ってみたんですけど、お気に入りのホワイトレベルで結構洗い上がり好きでした。でもクレンジング自体が真っ黒なので、白い服着てるとちょっと危ないかなっていう感じでした。そして次、こちら&Bの UV ミルクスタンダード。これね面白いの。こんな形だから洗顔かなんかかなとか思ったんだけど、こちらは顔体用日焼け止め。すごくない？ポンプ式ってめっちゃありがたいよね。でこれは SPF50 の PA4+116g、 2020年アットコスメアワード日焼け止め部門で第1位。めちゃくちゃ優秀ってことよ。でこれテスターあったんですけど、テスターした時にいいって思って、これね手に取ってみると、ポンプ式だからしっかりと大量に出るの。ポンプ式ありがたくない？つけ心地はすごい薄く伸びるっていうよりは少し固めな感じで、伸びはそこまで良くないけど、しっとりしててそこまで肌に負担ないのかなとも思いました。で香り付きでちょっと爽やかなレモングラスみたいな全然違う、4種の天然精油をブレンドしたハーバルオレンジの香りということで、まあ、精油だからペットが近くにいる時にこれをつけるのはうんっていう感じなんですけど、外に出る寸前にこれつけてそのままバイバイっていう感じですね。こちらは洗面所に置いてね、さっとつけれるようにします。そして次、こちら可愛すぎて紹介する前に今日使っちゃったんですけど、こちらチャッ金の補正船給食アイシャドウパレット C11 です。これ中国のコスメなんですけど、見た目チャイナっぽくってツルがいて、中見てみるとねこんな感じです。かわいい。真ん中とここがマーブルの模様になっていて、で全体オレンジベージュブラウンっぽい感じのアイシャドウで、でこれ買う決め手となったのがここのラメシャドウがすごい綺麗で、塗ってみるとこんな感じ。伝わるかな。かなり細かいパールで、ギラギラっていうよりもシャーシャー
っていうちょっとクリスマスっぽい感じ、すごい繊細なパールなんですよ。で、私最近思ったのはラメとかパールとかって光の色だったりとか強さによって輝きが変わるから、いろんな光に当ててみないと案外わかんないもんだなと思って、今まではどんなところにいてもどんな光が当たっても結構ギラッとするような大粒のラメが好きだったんですけど、最近ちょっとこういう繊細なパールラメもいいなと思って、あんまり派手にしすぎたくない時とかはこういう細かいパールラメで少しライトのトーンが落ちたところで光に当たるとうるうるの濡れツヤ目元が仕上がるっていう感じのパールラメ系いろいろ試しているんですけど、ちょうど私が購入したロフトの店舗の光がこのパールをすごい綺麗に見せてくれるところで、撮影部屋ここでライトバーンって当たってるところで見てみるとあの時ほどの輝きはないかなと思うんですけど、日常生活でライトにバーンって当たることってそんなにないから、ちょっとトーンが落ちた時に綺麗に見えるラメぐらいの方がいいかなと思ってこちら購入しました。これ買いに行った時久しぶりにロフトに行った気がするんだけど、今まで韓国のもので埋め尽くされてたけど結構中国系のコスメ増えてて、中国コスメも可愛いなって思いました。でも中国コスメの特徴はちょっと金額が高めですよね。パッケージとかもすっごい豪華で、韓国コスメとはまた違う魅力があるね。すごい可愛い。そして次、キングダムリキッドアイアイライナーウォータープルーフオレンジブラウンです。キングダムのアイライナーって今まで使ったことあったかなって感じなんだけど、このオレンジブラウンっていうカラーがあまりにも可愛すぎて買いました。ここ数ヶ月インラインがっつり引くとちょっとケバく見えちゃうなって思ってインライン引かないようにしてたんですね。でも少し物足りないなって思う時とかはキャンメイクのクリーミータッチライナー05番のオレンジっぽいブラウンをインラインに引いて、でこれを塗るとちょっと抜け感が出つつおしゃれな感じのカラーメイクができるからインライナーに忍ばせてるんですけど、オレンジブラウン系可愛いなと思ってこちらの色買いました。手に塗ってみるとこんな感じ、明るめですね。夏も可愛いけど秋冬とかも絶対使えるやつで、私が普段使ってるのはこっち。あ、結構色似てますね。キングダムの方が黄色みがかってるオレンジか、でキャンメイクの方が赤みっぽさがある。夏は爽やかな黄色とかオレンジ使いたくなるからこれも使うの楽しみで、アイラインといえば私いつも使ってるやつがあって、それがちょっと切れちゃったのでこちらも買ってきました。コージードーリーウィンクのマイベストライナーグレージュ、この色が本当に絶妙なんですよ。ラブライナーとかケイトとかも似た色あったんですけど、これほど抜け感があるカラーはあんまり見ない。どちらかというとセザンヌとかシピシピの涙袋描くやつとかの色に近いかも。めっちゃ抜け感があるから、メイク動画とかでもよく使って紹介してたんですけど、こんなカラー目尻とかに描くと割と目立たない感じなんですよね。なのでナチュラルにケバくなく、だけど垂れ目だったりとかに仕上げてくれるから、このカラーがすごいお気に入り。そして次、こちらデコラティブアイラッシュの001つけまつげですね。でつけまつげそこまで普段つけないんですけど、撮影の時によく増若翼ちゃんのプロデュースしたドーリーウィンクの部分用目尻だけとかね、つけまつげつけたりとかしてるんですけど、これもね撮影の時に使えるかなと思って、ナチュラルというか少し面白い形をしていて、こんな形です。少しナチュラルっぽい感じの目元が作れるけど、でも軽く目力上がるよみたいな、そんな雰囲気が醸し出されてたので買ってみました。そして次、これもアイメイク系 D アップのほんのり赤いチェリーブラウンです。マスカラお気に入りのやついくつかあるんですけど、お湯で落ちる系で言ったらダントツ D アップが好きで、最近メイクもナチュラル傾向に行きつつあるから、川西もブラウンを買ってみました。でこれブラウンなんだけどチェリーブラウンということで、さっきのアイラインに合わせるのいいなと思って、で普段使ってるブラシまっすぐなんですけど、これちょっとカールしてるね。で色がこんな感じ、ちょっと赤いけど目元に塗ったらそんなわかんないレベルか。ちょっとこれ購入品とは違うんですけど、リカフラッシュのマスカラ、これとかさすごいオレンジで可愛くない？このぐらいはっきりしてるやつとかも可愛いですよね。5種類あってブラックとかもあるんですけど、レッドブラウンとかオレンジブラウン系のやつだったり可愛い。夏はこういうカラーで少し抜け感作るのいいですよね。これとか可愛い。目尻だけにつけるとかもいいし、下だけとかでも可愛いですよね。夏って本当に暑くて心底嫌いだけど、メイクの幅が広がるのは楽しいかな。まあ言うてもこんなご時世だし、もともと引きこもりだし、そんなに外に出はしないんですけど、やっぱ夏っていうだけでちょっとメイク変えたいなっていう気分になるよね。ということでロフトでは最後の購入品です。こちらロージーローザの大きめコットン72枚入りです。コットンといったらこれをずっと使い続けてます。拭き取りメイク落とし、コスメレビューの時クレンジング水つけて取る時用でも使ってるし、何でもコットンといったらもうこれですね。めっちゃ愛用してるし、すぐ補充します、ここに。はい、という感じでロフト購入品は以上です。次は9点の目代わりで買ったもの、まだ全部届いてなくて一部なんですけど、最初に話したようにスキンケアいろいろ試してみようと思って、で VT のやつちょっと1本使い切りそうで寝室に持ってっちゃってるんですけど、
ストックのもう一本のやつ、この VT のシカクリーム、これが肌に合ってるっぽくって、で VT だとツボクサエキスの化粧水もすごい良かったんですよ。それとかはコットンパックしているんですけど、このね VT シカモイスチャーマスクパック、これが私はすごい好きで、でこのピッっていうこのマークね、このピンク色のマークがついてるやつ、このシリーズ買ってやろうと思って買ってやこちらの VT シカモイスチャースリーピングマスクで、ちょうど1年前ぐらいにこのスリーピングマスクの別のバージョンは使ったことあって、それも良かったんですけど、私はこのピンクのピッてマークのやつの方が合ってるっぽくって、なのでこっちを買いました。でスリーピングマスクだから、これ1本を寝る前にバーってつけるんですけど、1本めちゃくちゃ多いんですよ量が。最近保湿しすぎるとちょっと肌荒れする傾向があるから、なるべくさっぱりした保湿にしようと思って、1本使わずに半分ぐらい使って、で蓋閉めて次の日朝のスキンケアで残り半分使うって感じかな。その日の油分量だったり肌の調子を見つつ量は変えてるんですけど、これめっちゃいい。油分が多くて肌荒れしてるっていう人とかね、結構おすすめです。で一つ自分の肌に合うやつがあったら他のもいいんじゃないかなって思って、こちら VT プロポリススリーピングマスク、これも買いました。中にねなんか入ってんだよな。これの方が緑のやつより保湿力が高い感じで、少し夏につけるっていうよりは冬とかの方が向いてるのかもしれない。私的には今じゃないっていう感じでした。でも保湿力は夏だからか分かんないけどすごい高い気がする。であと同じシリーズの VT プロポリスマスク、これ 1,2,3,4,5,6 枚入りですね。これも買いました。あとこれも VT か、めっちゃ買ってるやん。こちらは VT スーパーハロンクリーム、これなんだろう、ちょっと全然思い出せないんですけど、なんだヒアルロンかこれ。荒れたお肌に水分も与えてくれる、カプセルに含まれた栄養成分が肌に必要と潤いを詰める、ツヤ肌を演出、これだ。多分ツヤ肌っていう言葉に惹かれて買いました。ちょっと後でちゃんと説明書見るんですけど、これまだ使ってなくて、押すとピュって出てくるタイプ。あ、結構さっぱりしたクリームですね。今さっぱりが一番いい。ヒアルロンだけどすごい保湿とかじゃない、結構 VT さっぱりめのものが多い印象だからいいですね今の時期に。で他にも9点で買ったんですけど、まだ届いてなくて、でさっき言った CNP のパックと、あとアベッペっていう弱酸性 PH シートマスク、これは PH って書いてあったから買ったのと、あと CNP 何個か種類あって、 DM かなんかで CNP の毛穴ケアのアンチポアブラックヘアクリアキットっていうやつ試してみてくださいっていう DM が来たので、ちょっとこれ試してみようと思ってこれを買って、でその流れで他の CNP のやつ5枚買って、それにプラス5枚ついてくるっていうやつがあったから、とりあえず肌荒れに特化した何かが欲しい、いろいろ試してみたいって思ってこちら買いました。で9点で買ったのはそんな感じ。今回はねコスメは買ってない気がするよ。しかも買おうと思って一つクーポン使い切らなかったんだよな。もっと高いの買った時にって思って使い忘れちゃった。くっそー。で最後は百貨店で買ったものを紹介したいと思います。百貨店もコロナの影響で結構閉まってたりしたじゃないですか。なのですっごい久しぶりに行ってきて、でこちらもスキンケアなんですけど、とにかくさっぱりしたもので、新しいものも挑戦してるんですけど、前使ってよかったなって思ったもので今の肌に合うのかなと思い、皆さんもご存知かと思いますが、こちらアルビオンの薬用スキンコンディショナーエッセンシャルの一番大きいタイプ、これとアルビオンエクサージュホワイトのホワイトライズミルク1ですね。こっちは乳液になってて、普通乳液って化粧水つけた後につけるじゃないですか。アルビオンは特殊で、乳液をコットンに 2,3 プッシュしてからコットンで拭き取る感じで優しく撫でながら全体につけて、その後にコットンでこちらのスキコンをつけるんですけど、成分表を見るとアルコールがね上の方に来てるから、ちょっと苦手な方は苦手かなと思うんですけど、さっぱりしたい時にすごいいいんですよね。あとなんといっても香りがいい。でアルビオンの店員さんがめちゃくちゃいい人で、今はちょっと肌に刺激があるかもしれないから、肌が少し落ち着いたなって思ったら使ってみてくださいって言って、いろんなサンプルくださいました。めっちゃ優しかった。超丁寧にいろいろ説明してくれて、でうちの姉ちゃんもアルビオン好きで、姉ちゃんから教えてもらって、めっちゃ高いこのぐらいのサイズがバーって30本ぐらい入っている美容液、それをたまに使ってるんですけど、それもね結構調子よくって、でも高いから毎日使ってなくって、で使わないとすぐ忘れちゃう人間なんで、それも併用して使いたいなとは思うんだけど。でアルビオンのやつ買ったらコットンもついてきて、あとこのスキコンのミニチュアサイズのスプレーのやつもプレゼントでついてきました。ありがとうございます。はい、という感じで結構大量にいろいろ紹介してきたんですが、今回はスキンケア系がやっぱり多かったですね。自分のここ嫌だなって思う部分だったり、今回だったら肌荒れ、あ、これをどうにかしなきゃいけないって思うと、とことんそこと向き合おうと思って、もういろんなものを端から買ってって毎日試して、これは肌荒れした、ちょっと油分が多かったっていうものとかも記憶に書き留めといて、その中からいいものを探し出して、季節とかが変わったら肌に合わなくなる時とかもあるから、そしたらまた違うのを探
すっていう感じで自分なりにいろいろ研究してます。でもここ数年こんなに肌荒れすることなかったからちょっと自分でもびっくりしてはいるんですけど、荒れてる時こそいいものが分かりやすいかなって私は思うから、ちょっと今日買ったものもねいろいろ試したいと思います。はい、ということで今回は最近の購入品を紹介しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。